はいい池田ですすごご視聴ありがとうございますあのこのご時世あの仕事もなかなかなくて時間がたっぷりあるのであのポチパパチャンネルの <coughs> 動画を見てしまいましたその中でもトサピット対ポチパパさんの動画があるんですけどその エゾシカジャーキーをなんとかして奪いたいトサピットケンちゃんっていう動画なんですけどこれが久しぶりにめっちゃ久しぶりにというかめっちゃ面白かったですね最近そのポチパパさんのところは撮影スタジオっていうのができてあの多分表であの犬を話している時にちょっと右側あたりに映ってたその犬用のプレハブの前に置いてた あの物置みたいな感じに見えてたんですけどあ物置置いてるとか思ってたらそれが多分あのスタジオというか中入ったら家の中みたいなな感じになってるんですよねだからいつもそのそ最近何本かはそういうあのスタジオというか部屋の中で撮ってる風に見えるやつでいろいろ教えてくれてるんですけど。あの 今回のやつはかなりエンタメ要素が大きいというか <coughs> あのエゾシカジャーキーというおやつをその待てというあの命令でその食べさせないようにするんじゃなくてその主従関係というか主人の,あのものをその犬は取らないようにというその関係性をその覚,え覚えさせるというのかそういう。 あの動画というか <laughs> それでその土佐ピットの土佐ピットっていうすと多分土佐犬とピットブルのミックスなんかなむちゃくちゃでかいんですよむ,むっちゃでかいあの <laughs> 犬でそのやってるんでそれがまたあのサイズにめっちゃくちゃ可愛いんですよねその動きとか。 ああいううののがその見れるっていうのもその、しかもその結構機材も良さそうというかすすごいい画質がいいんですよね。その <laughs> 機材がど,どんどん良くなってるなと思ってその辺もこっち見てる側もその見やすいというかその本当にもう犬を飼ってるかのごとくに近くに見れる感じがするのでよりいいなっていうのを思いました。 もうそのトサピットのケンちゃんのそのもう隙あらば奪わんとする <laughs> 態度というかそのいろんなことを試みるんですよねでなんかさりげなくこう通るふりしてパッて食べようとしたりとかなんかいろんなこと試すんですけどそれがもうことごとくいろいろやろうとするっていうああ犬をこのいろいろいろ 試すんやなっていうのがその分かるというかそれで最後のそのポチパ北村さんがその説明してくれてたのはこの外で運動しさせなくてもこういうふうに犬の脳を使うというかその考えさせたり思考させたりすることであの疲れさせるその熟睡させるのもいいんじゃないかっていう話をしてました。 なるほどと。と確かにあれは脳を使っているように思いますね。そ,その犬なりに色んな試みをするんですね。もうめちゃくちゃ甘えてみたりとか、その <laughs> 上にこう甘えて乗っかっていって、その隙に行こうとしてみたり。とかなんかその。いろいろ試そうとしてるっていうのがこう分かるっていう。その辺がすごい面白かったのでおすすめです。10分ぐらいの短い動画なので、ま今、あの人は <laughs>？ 見てみただそれだけの動画です,すいません最後までご視聴くださいましてありがとうございました。